はい、こんにちは、まやチャンネルまやはるです。はい、今日はですね、この日開催されたウームの運動会、ウーム同会、この動画は前原親子がこの運動会にどう挑戦したのかのドラマである。プロジェクト前入場行進、これだけの所属 YouTuber が一堂に会した。第一の種目は大玉を使ったゲーム。ここで前原にアクシデント。パパさ、今走ったのでさ、股関節が痛いんだけど。股関節を痛めた。つるってなってさ、股関節痛いんだけど。確かにもう痛そう。きついんだけど。なんですか。次に行われたのは障害物競争。若者のパワーに圧倒される前原。参加がなく、うなだれる栄心。次の競技はポートボール。バスケットボールによく似た競技だ。ここでも若者たちの華麗な動きに息を呑む。後に前原はこう語る。いやー、あのね、皆さんのね、激しい動き見てたらですね、これは危ない、怖いなと思いましたね。あの、吹っ飛ばされようもんならね、間違いなくこう手とか足がね、もうもげちゃう。プロジェクト前、次の競技はキッズ以外全員参加の綱引き。チーム一丸となって勝利を目指した。はい、午前中の中間結果こちら。何点青チーム？235点。現在3位だね。じゃあ1位と2位ですごい開けられてるから。295、290、この2つ5点差、ね、ちょっとやばいよ、ここを詰めないとね、お昼休みに少しだけフィッシャーズ、シルクロードさんに遊んでもらう栄心。マジか。かわいい。
その後、キッズのみでお菓子争奪徒競走。最後にでっかいキッズも参加した。プロジェクトマイ。午後最初の競技はムカデ競争。カメラが広角なためか、誰が誰だかわからない。前原のカメラチョイスを疑う。頑張れパパ、頑張れ。そして全員参加の玉入れ競争。なんと100個もの玉をカゴに入れなければならない。100個入れ終わった後はゴールデン棒。ゴールデンお手玉を最初に入れたチームが勝ちだ。その後、開催されたドッジボールには前原は参加しなかった。後に前原はこう語る。あのボール柔らかいんですよ。怖いなって思いましたね。もしね、顔に当たるもんならね、顔が多分ね、もげて吹っ飛んじゃう。最後の競技はリレー。怒涛の走りも虚しく4位に終わった。
総合での順位も4位。己の無力さを痛感する前原であった。ただその点数に前原は驚きを隠せなかった。いやね、運命的なものを感じましたね。5月25日って言ったら私の誕生日